はい、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。はい、ハンです。よろしくお願いします。はい。ハンさん、日本に来てどのぐらいですか？6年間ぐらいですね。はい。はい。何のビザで日本に来ましたか？家族滞在です。はい。旦那さんは日本人ですか？ベトナム人ですか？ベトナム人です。はい、わかりました。今どんな仕事をしていますか？今どんな仕事をしていますか？今仕事は、ジオリ作っています。うん、はい、どこで仕事をしていますか？スーパーの声優スーパーで今、はい、はい、仕事をしていますね。キッチンの方働いてますか？チキンとか、シナラシとか、コンベとか、何にもできる。キッチンの方働いてますね。はい。子供いますか？今。います。はい、何人ですか？二人です、はい。何歳ぐらいの子ですか？10歳と12歳です。10歳と12歳ですね。はい。もし仕事をできるとしたら何曜日できますか？1週間は月水金します。月曜日、水曜日、金曜日仕事できますか？はい、他の日はできないですか？赤の日ですか？他の日、火曜日か木曜日はできないですね。あ、できないです。はい。声優スーパーで働いているからできないですか？はい、できないです。わかりました。はい。働くとしたらいつからできますか？3月から大丈夫です。3月から大丈夫ですね。はい、声優で働いているから、健康診断受けましたか？できます。健康診断受けましたね。健康診断受けました。いつ受けましたか？10月ぐらいですね。10月ですね。はい。10月末ですか？10月の最後、何日受けましたか？多分1ヶ月ぐらいもらいました。10月の何日健康診断受けましたか？覚えてないですね。覚えてないですね。はい。多分11月ぐらいもらいました。結果は11月ぐらいもらいましたね。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。そうですね。包丁とか全然使いますね。包丁。はい、大丈夫です。はい、わかります。そうですね。そんなところで、今日お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。